皆様、のこと申します。腕前ご注目ください。A プラス47、74。今シーズン始まって、まあ、初めて、今回の動画で S に上がれる可能性はあるんじゃないかというところまで来ました。はい。現在ですね、ガチマッチの、ステージエリア、潮の見店と木目田美術館でございます。このステージはもう確実にもうカーボンローラー一択だと思いますので、今回カーボンローラーでいきます。もう本当にもう S に、を目指して、この動画は、それだけを考えてやっていこうと思いますんで、皆様何卒、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。よろしくお願いいたします。さあ、潮の湯伝、やっていこうかなと思いますけれどもね、皆さんね、よろしくお願いします。湯伝で行くのは初めてな、もう久しぶりなんだけれども、ちょっとね、油田はね、ほんと久しぶりだからね、さあ、やっていきましょう。ちょっと今ね、なんかちょっと、隣でね、ドンって音が鳴ったから、ちょっと なんなんだろうと思って、ちょっと今、動揺しちゃってるんですけども、さて、これだ、やばい。うわ、めっちゃおるけど、一人ずつキル取っていく、無理取れなかった。うわ、一人。コラボでやり、コラボじゃない。一人。よし。慎重に。もうナイスです。危ない。危なすぎて笑ったー。なんかカノリード。なんかおっさんがいる。おし、倒した。なんかコントローラーバグってね。これだから勝てんじゃないか、普通に。よし、なんかもう下手にジャンプしない方がいいことに。あー、あれ、ただこの58のね、リードね、でかいよ、これ。よいしょ。さあ、ちょこんねん、クイブしかない。あー、かかった。やばい。やばいぜ。さあ、俺ちょっとマジエースに上がれると思って、ちょっとテンションが上がった。あ、やばい。あいつダイナモか。ダイナモローラー、ほんとに。あーくっそー、でも絶対マジ勝つからなかもしれない。だって3連勝すれば確実に S 上がれるんだよ。そんな状況でもいっぱいでもしたらもう そこでも打ち切りだよ、この試合。うぅ。ほら。うわぁ、リードされた。やばい。てかやっぱ、あれだな。北に押し寄せられるな。やばい。よーくさー、何で死ぬの今の。シールドでダメージになるっておかしいわ、このゲーム。なんでシールドは身を守るものだろう。敵を傷つけるもんじゃないだろう。なあ、自分の身を守れないやつがね、敵を傷つけていいのかよ、本当に。クソ野郎、マジバグってるわ。おかしい、世界観がおかしい、このゲーム。前もが思ってたスプラトゥーンの世界観っておかしいわ。そもそもなんでね、このゲームね、イカがね、水に落ちて死ぬんだよ。思わない？てかみんな疑問に思わなかった？イカって、だって水中の生き物じゃん。なんで水に落ちて死ぬの？世界観ガバガバなんだよ、このゲームは。よー、やばすぎてー、やばすぎてー、つらいよー。うぅー、無理だこれ。 S 無理や。てか真ん中をあのもうエリアの周辺取られちゃうともうどうしようもない。このエリアってさ、なんかアンチっていうか、そのなんだろう、もうリードし、一回リードしちゃったらもうなんか圧倒的に有利な状況になっちゃうじゃん、これ。やばい、死ぬ。やめて。もう、無理なんか。
はい、マッチングいたしました、まあ、とりあえず今日中の S プラス昇格へのね、 SS じゃ S か、 S 昇格への夢が叶えたのは確定したんですけども、とりあえずやるか。まあ無理だ、俺に S なんて無理なんだ結局。どうせ多分見てる人たちもね思ってたんだよな、ほんとこういう、もう毎回こうなんだもん、だいたい70ぐらいまで上がってそこからもうまた失速するんだよな、何度も70代に上がってんだよランク、腕前そっから上がれないんだよ、ほんと面白いぐらいに絶対70で止まんの。でもそれが多分限界なんだろうな、俺も無理だわ、多分僕 S 昇格無理っす。あ、なんで今のが外れんの、なんか当たった、よーし、いや、まあ別になんかテンション上げるようなことでもないな今の。どうせ S に上がれないなんて意味、やってて意味ねえわ、どうせ上がれねえもん。どうせ万年 A クラスだよ俺は、万年 A ランク、それが俺。今のとかもね、上手い人だったらちゃんと殺せてんだよな。今のとかもどうせ上手い人ならね、もっと楽に殺せてるんだよ。うまくなりたかったな、スプラトゥーンが。俺には無理だ、無理。無理なんですよ、どうせ。で、結局こうやってさ、勝ってもさ、また負けんだよ。毎回それ、うん。なんか心折れてきた、最近。最近なんかスプラトゥーンの動画投稿減ったでしょ、俺。心折れたんだよ、バッキバキにな、折られちまった、魔物たちに、魔物たちの手によって俺の心はもう打ち砕かれた。はい、マッチングいたしました。まあ、とりあえずね、 S への昇格を目指してこの潮の海でやっていこうと思うんだけども、とりあえずもうやるしかない。やるしかないっす。この試合を、まずこの試合勝つのが絶対条件。うわー、もうやめろ、おい、もうなんで打ち抜かれる今のクソみたいな竹によ。何が椎茸じゃんお前。やばい、危ない、上からまず確保されて、うっ、うん、ええ、もうやっぱ、あ、こういう煽ってくるしね、しかもね、あのね、あのもうな、何も言えない、でも煽られる、煽られても結局勝てないんだから何も言う資格ないなと思った。最近なんか煽ってくるやつに対してさ、発狂してたでしょ今までは。でも結局所詮煽られる程度の自分がその人間でしかないから煽られるんだなって。バーモックス、あ
もうくそ、もう、よっしゃーリードされた。もうそこのゴミにさ、相手時間取られて暇ねえんだ。もうあーまうざい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 、せこいモムラッシュ、ナイス。あ、うわーか、シールドマジ無理やって。え、ちょっと待って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 、待って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 、ちょっと待って、なんか待って、早く、まだある、まだいける、まだ終わって、まだ終わってない、まだ試合続いてる、まだ試合続いてる。あ、勝ってる勝ってる勝ってる、ちょっとほんとすいません、本当にちょっと待って、あー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 あああああああ、頼む、もう俺だけじゃなく、もう、イカずるいって、このゲーム、上がれない。 S 諦めます、さよなら。最後だな、本当にもう無理、 S に上がれないわ。いつもこれだもん、本当毎回もう、だからな、もう多分12回は15回ぐらいは多分70代に上がって、毎回もう絶対その人そっか上に上がれないんだ、もう限界なんだよこれが。俺の十何回も上に上がるチャンスがあって上がれないってことも、多分そこがもう限界なんだよ、俺の頭打ちなんだよ。あのね、本当にメールとかでね、S とかに本当に早く上がってくださいって言ってくださる視聴者の方もたくさんいて、それに毎回勇気もらってたんですよ。勇気づけられていたんですよ。でもね、これが僕の限界です。本当にすいません。さよなら。